はい、アクアチャンネルのザッキーです。今回はシビックタイプ R 後期です。綺麗な色だよね。鮮やかなブルーです ね。今回ですね、お客様から作業でお預かりしたシビックタイプ R になります。その作業のメニューの中にプロテクションフィルムがありました。おで、今も施工後になります。はい、さっきちゃんどこか分かるかな。定番のヘッドライトとか。ああ、ここね、うん、違います。違う。あ、分かったかも。どこ。ルーフ。当たり当たり。今回はルーフです。おー、ルーフをね、ラッピングです。プロテクションフィルムのラッピングになります。プロテクションフィルム、クリアだけじゃないんですよ。お、よく見たらなんか柄があるぞ。はい、何でしょう。カーボン柄ですか。そう、プロテクションフィルムのカーボン柄で、ちょっとね、分かりにくいかと思いますが、この辺なんかね、多分こうギラキラキラキラって見えると思うんですけど、うん、これね、全体にグロスカーボンですよ。すごい。またあの柄が入るとかまた変わりますね。そうだね。で、うん、タイプ R、 このルーフのとここ起伏があってね、はい、こういうところで表情が変わるので、うん、で今回ね、お客様のご要望で施工してるんですけれども、はい、まずはカーボン柄にしたいということで、ね、うん、1つで、ラッピングフィルムじゃなくてプロテクションフィルムで施工したいということで、今回使ったのがこのプロテクションフィルムのグロスカーボンですね。はい、ね、あれ、プロテクションでルーフ貼るのは初ですか。うん、違います。実は2台タイプ R 施工してます。あ、そうなんですね。今回はこのグロスカーボンのご紹介をさせていただいて、もう1台は動画の後半でご紹介させていただきます。はい、で今回はね、このトップノットアンテナ、うん、この部分は施工しないっていうご要望でした。はい、おで同時にこのルーフからこう続くこの部分もオリジナルのままにしたいということで、うん、本当にこのルーフだけだね。はい、まあ、こう飛び石とかから守る本、うん、あとルーフはね、どうしても紫外線が強く当たりますので、そういった紫外線、うん、それから雨にはいろんなね、不純物が混ざってこのルーフにたまります。うん、そういったものからもルーフを保護してくれる。はい、ね、ここはやっぱりプロテクションフィルムの利点になります。うん、そしてね、ものすごい撥水すごいです。お、水はじきが、洗車も楽そう。そうそう、もうふーって吹くとコロ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 転がっていく感じです。もうほんと一吹きするとね、綺麗に吹けますよ。そしてなんといってもね、このカーボン柄、はい、タイプ R にすごく似合う。うん、そのカーボン柄をね、ちょっとこっち側からもね、映してみようかな。はい、なかなかですね、カーボンの目が分かりにくいので、ここからちょっと寄って行ってみましょう。こんな感じですね。さあ、伝わるでしょうか。キラキラしてますよね。ね、はい、これがプロテクションフィルムのグロスカーボンになります。こんな感じでですね、映り込みもすごいです。ツヤツヤ、鏡みたい。そう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 、肉眼で見るとね、とてもとてもいい感じだよね。うん、もうまんまリアルカーボンだね。プロテクションフィルムってすごく表面の光沢があって、その光沢がすごく深いので、でその奥にこのカーボンの目が見えるから、もうリアルカーボンです、見え方は。はい、こんな感じです。はい、さきちゃん、いつもプロテクションフィルムこうカット済みで商品の紹介させていただいてるんですけど、今回はラッピングなので、こういったところルーフモール、はい、ここにありますね。うん、こういったところは取り外してます。へえ、一回取り外してから施工をしてまた戻す。そうそうそう、そうそうそう、そんな感じです。お、今回のね、このシビックタイプ R の場合はここを外して施工、それ以外のこの後ろはオリジナルのままなので、はい、今回取り外したのはこのルーフモールでしょ、うん、ぐらいだね。へー、でここを外してこの中に入れ込んであります。
で戻すと見えない。はい。でこの中もね綺麗にまっすぐ切ってありますよ。うん。それからここにもねちょっとしたモールがあります。ここここのゴムモールのところにこのこっちから貼ってね中に入れ込んであります。はい、うん、だからここももう一体感、うん、綺麗ですね、うん、さあそしてこここのトップノットアンテナのところなんだけれど、このシビックタイプ R はこのトップノットアンテナがねゴムのベースがあって、はい、その上にこれが乗ってるようなイメージ。おー、縁にこうモールがあるタイプと違うんですよ。はい。そうするとねなかなかこの隙間がシビアなんですけど、うん、今回はカットしてますこれ、はい、要はこのアンテナを外さないで張り込みしてます、うん、通常このトップノットアンテナを外すとなるとこの中の天井、はい、うん、これを下ろさなきゃいけない。全部ね、部分的にじゃなくて全部下ろさなきゃいけない。大変だ、うん、これを下ろすってことは内張りをパネルを下から全部外していかなきゃいけない、うん、で初めてやっと降りる、ね、そうするとねとても施工費がかかります。うん、時間もかかるしね。時間もかかるし、うん、とはいえね全然わからないですよ。そうですね、うん、このグロスカーボンの上に乗ってるように見えます。自然ですね。なんか自然でしょ、うん、さあそんな感じでね仕上がってますよ。本当にいいと思います。おすすめです。はい、これサキちゃんから見てもかっこいいと思うでしょ。私もこの感じが好きです、うん、またこの新色に合うよね。うん、合う、ね、こうやって離れてみるともうブラックアウト、ツヤありのブラックに見えるかな。うん、シビックのタイプ R、 あのフロントのグリルの部分とかが黒だから、あ、こういうとこね。そう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 、うん、だからね全然自然で合う、ね、そうだね、うん、これはもう本当にかっこいいです。はい、さあそしてもう一台のご紹介はちょっと撮影ができなかったので画像でご紹介したいと思います。はい、もう一台のルーフラッピングをしたシビックタイプ RFK8 ご紹介したいと思います。こちらのタイプ R は前期になりますね。で今回こちらの車両にはプロテクションフィルムのグロスブラックを施工しましたのでご紹介したいと思います。はい、まず施工前の状態になります。今こちらですね、ルーフモールを取り外して溝の中もきれいに脱脂をした状態になりますね。施工前ですのでルーフはボディカラーの白になっています。はい、リアハッチ側になります。今ですねリアハッチに取り付けられているこちらのルーフスポイラー左右、こちらを取り外しています。それからその間に並んでいる4つのボルテックスジェネレーター、こちらも取り外しています。それからルーフ側ですね、トップノットアンテナ、こちらもですね中の内装を取り外してトップノットアンテナも取り外しています。それからハッチの中央にあるリアウィンドウウォッシャーノズル、こちらも取り外しています。ハッチ側はですね全て構成している部品を取り外してこの面を全てプロテクションフィルムの施工をします。そして取り外した部品もですね同じようにラッピングしていきます。はい、そのようにして施工した状態がこちらになります。フロントウィンドウからリアウィンドウにかけて全てグロスブラックの施工になります。はい、トップノットアンテナやスポイラー、ボルテックスジェネレーター類もきれいにブラックでラッピングになっています。はい、このプロテクションフィルムのグロスブラックですね、非常に深い光沢があるのが特徴のフィルムになります。はい、このリアウィンドウ側のトップノットアンテナの付近ですね、後ろの建物の影が映っているのが分かると思うんですが、このようにツヤツヤのフィルムになります。はい、こちら別のアングルです。このルーフ全体がですねまるでガラス張りにしたかのような感じに仕上がります。はい、こちらはリアハッチ側ですね。はい、このようにトップノットアンテナも綺麗にラッピングしています。そしてハッチ側の両サイドのスポイラーですね、こちらもグロスブラック、それから中央のこのボルテックスジェネレーターも全てラッピングを施しています。もうこのようにフロントウィンドウからですねリアウィンドウまで統一感が出て非常に車が締まって見えますね。
ルーフがブラックですので車体が低く見えるっていうのも特徴です。はい、もう一台のシビックタイプ R FK8 はルーフとさらにですね、このリアハッチ側のスポイラー、ボルテックスジェネレーター、こちらの方に至るまでのルーフラッピング、そしてツヤツヤのグロスブラックのプロテクションフィルムのご紹介でした。はい、いかがだったでしょうか。今回シビックタイプ R、ルーフのラッピングですね、プロテクションフィルムのご紹介をさせていただきました。このルーフラッピングですね、今回はシビックタイプ R でしたけれども、様々なお車で可能ですので、興味のある方はですね、概要欄に当店のウェブサイト記載してありますので、そちらの方からお問い合わせいただければと思います。はい、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。